与党万年筆、夏目漱石。このまロアン君に会った時、マルゼンの店で1日に万年筆が何本に売れるだろうと尋ねたら、ロアン君は多い時は100本に出るそうだと答えた。それでは1本の万年筆がどのくらい長く使えるだろうと聞いたら、この間横浜のものでペンはまだかなりだが、軸が減ったから軸だけ変えてくれと言って持ってきたのがあるが、 この人は13年前に1本買った切りで、その1本を今日まで絶えず使用していたのだと言うから、これがまあ一番長い例らしいと話した。してみると普通の場合ではいくら残酷に使っても大抵67年の保証はつけられるのが、一般の万年筆の運命らしい。 1>, 1本でそれほど長く使えるものが日に100本も出るといえば万年筆を需要する人の範囲は非常な税をもって広がりつつあるとみてもまんざらけと違いの観察とも言われないようである。最も多い中には万年筆道楽というような人があって1本を使い切らないうちに飽きが来てまた新しいのを手に入れたくなりこれを手に入れてしばらくすると。 また種類の違った別のものが欲しくなるといった風に、それから夫へと各種のペンや軸を試みて嬉しがるそうだが、これは今の日本にたくさんあり得る道楽とも思えない。西洋ではパイプに好みを持って、大長徴単位いろ取り混ぜた一組をきれいに暖炉の上などに並べて愉快なる人がある。単に宗宗教という点から見れば、このパイプを飾る人も、 逆を寄せる人も、氷炭を貯める人も、みんな同じ興味にかられるので、同種類のもののうちで、素人にわからないような微妙な差別を鋭敏に感じ分ける比較力の優秀を愛するに過ぎない。万年筆教も性質から言えば、多少実用に近い点で、以上と区別のできないこともないが、 強いてなくても住むものを5つも6つも取り揃えるのだから今挙げた種類の収集鏡と大した変わりのあるはずがない。ただその数に至っては、少なくとも目下の日本の状態では、西洋のパイプ基地外の10分の1もなかろうと思う。だから丸善で売れる1日に0 0本の万年筆のつくも本までは、 尋常の人間の必要に迫られて機場もしくはポッケット内に備え付ける実用品と見て差し支えあるまい。してみると、万年筆が輸入されてから今日までにすでに何年を経過したかわからないが、とにかく効果の割には大変需要の多いものになりつつあるのは争うべからざる事実のようである。万年筆の最上等になると一本で300円もするのがあるとかいう話である。 丸ンへ取り寄せてあるのでもすでに65円とかいう高価なものがあるとか聞いた。もとより一般の需要は10円内外の手入れんな種類に限られているのだろうが、それにしても、一つ一銭のペンや一本三銭の水質に比べると何百倍という高価に当たるのだから、それが日に100本も売れる以上は、 我々の購買力がこの便利ではあるが贅沢品と認めなければならないものを相関するに適当なくらい進んできたのか、または座右に各べからざる必要品としてかの連不連にかかわらず重宝がられるのかどちらかでなければならない。しかし今その原因を一つに片付けるのハグの至るとして、また事実の許すごとく、しばらく両方の因数が総合してこの需要を引き起こしたとして、 世は特にあまりの見地から見て、後者の方に重きを置きたいのである。自白するとあまりは万年筆にあまり深い縁故もなければ、また人に校舎するほどに精通していない素人なのである。初めて万年筆を用い出してからわずか34年にしかならないのでも親しみの薄いことは明らかにわかる。もっとも12年前に要行するとき親戚の者が選別として一本くれたが、 それはまだ使わないうちに船の中で機械体操の真似をしてすぐ壊してしまった。それから外国にいる間は常にペンを使ってことを足していたし、帰ってから原稿を書かなくてはならない境遇に置かれても、下手な字をペンでガシガシ書いて済ましていた。それで34年前になってなぜ万年筆に改めようと急に思い立ったか、 その理由は今ちょっと思い出せないが、第一に便利という実際的な動機に支配されたのは事実にいない。万年筆について何らの経験もないよはその時マルゼンからペリカンと称するのを2本買って帰った。そうしてそれを未だに用いているのである。が、不幸にしてあまりのペリカンに対する感想は甚だよろしくなかった。 ペリカンはあまりの要求しないのに陰気をむやみにポタポタ原稿紙の上へ落としたり、またはぜひ墨色を出してもらわなければ済まないとき、ガンとして要求を拒絶したり、随分持ち主を虐待した。最も持ち主たるあまりの方でもペリカンを交遇しなかったかもしれない。武将なあまりは陰気がなくなると、勝手次第に机の上にあるどんな陰気でも構わずにペリカンの腹の中へつぎ込んだ。 またブリューブラックの生来嫌いな世は、わざわざセピア色の炭を買ってきて、遠慮なくペリカンの口を割って飲ました。その上無経験なあまりはいかにペリカンを取り扱うべきかを下しなかった。現にペリカンがいかに出しぶっても、要は未だかつて彼を選択した試しがなかった。それでペリカンの方でも半ば世に愛想をつかし、あまりの方でも半ばペリカンを見限って、この正月。 悲願過ぎまで、お筆するときはまた一時代逮捕して、ペンとそうしてペン軸の急兵な昔に逆戻りをした。そのジヨは初めて離別した第一の細君を後から懐かしく思うごとく、一旦見捨てたペリカンに未練の残っていることを発見したのである。ただのペンを用い出したヨは、陰気の切れる旅ごとに墨壺の中へ筆を浸して新たに書き始める煩わしさに耐えなかった。 こうにしてあまりの原稿がそれほどの手数が省けたとて早く出来上がる性質のものでもなし、またペンにすればあまりの好むセピア色で自由に原稿紙を彩ることができるので、まあ、悲願過ぎまで、の完結まではペンで押し通すつもりでいたが、その決心の底にはどうしても多少の負け惜しみがこもっていたようである。 世のごとく機械的の便利にはそれほど重きを置く必要のない原稿ばかり書いているものですら、また買い損なったか、使い損なったため、万年筆には多少手こずっているものですら、いよいよ万年筆を全廃するとなるとこの意の不便を感じるところを持ってみると、その他の人が値の遺憾にかかわらず、毛筆を捨てペンを捨ててこちらに向かうのは向かう必要があるからで、 財力ある気候子や道楽息子のおもちゃに都合のいい贅沢品だから売れるのではあるまい。万年筆の丸善における需要をそう解釈したようは、各種の万年筆の比較研究やら、いちいちの利害特質やらについて一言の意見を述べることのできないのを大いに自制遅れのごとくに恥じた。酒のみが酒を下するごとく、 筆を取る人が万年筆を消しなければ済まない時期が来るのはもう遠いことではなかろうと思う。ペリカンだけの経験で万年筆はダメだという僕が人から笑われるのも間もないこととすれば、僕も笑われないために少しは他の万年筆も試してみる必要があるだろう。現にこの原稿ハロアン君が使ってみろと言ってわざわざ送ってくれたおのとで書いたのであるが、 大変心持ちよくスラスラかけて愉快であった。ペリカンを追い出した世はその姉妹にあたるおのとを新しく迎え入れて、それで万年筆に対して幾分か積み滅ぼしをしたつもりなのである。定本。ちくま全集類呪版夏目漱石全集中、ちくま処房。1972、昭和47、年1月10日第一ずり発行。吉田誠一による定本の。 解説によれば発表年月は1912明治45年6月30日入力7欧部構生米田進む2002年5月10日作成2005年11月4日修正青空文庫作成ファイルこのファイルはインターネットの図書館青空文庫 h t t p w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのはボランティアの皆さんです。